喫茶店で飲むビールは胸騒ぎの味。あの人から届いた手紙を読んでいるの。お部屋で読むには少し怖かったから、麦わら帽子かぶってリバーサイド喫茶店。泣いたらいいのか、泣かないでもいいのか。そんなクラウディな気持ちはビールの泡の中、喫茶店で飲むビールは胸騒ぎの味。お店のお姉さんにペンを借りようか。昨日ライブハウスでもらったチラシの裏が空いてるといいな。リバーサイド喫茶店。泣いたらいいのか、泣かないでもいいのか。ビールの泡の中、うんリバー